RP1 のステップワゴンのエアコンフィルターの交換方法です。で、ちょっと顔が初めに見えてなかったかな。いい顔は、うん、まあ、グローボックスを開けてね、あのもう触れんといてください、ここ、うん、で、これあれやな、あのタイプ押さえて、うんうんうん、何手前に引く、うん、で、ここです。ここ、これはちょっと待ってよ、ちょっと斜めしたぐらいね、うん、うん、これを見たらわかるかな、この、うんうん、こういう感じになってるよっていうの、うん、で、ね、ベローンと、そうで、ちょっともうこれを垂らすようにしたんやけど、うん、事故防止じゃないですが、うん、ほんで、これやな、ちょっと待って、ちょっと待ってな、待って、これ、うん、ちょっと眩しいかな、大丈夫、これ両方タイプかな、ホンダでこれは久々な感じする、両爪、うん、両爪やと思って、ほんまやな、アップ書いてるので、うん、こっち上にしてください、うん、まあ、爪がある、で爪は内々に、内々に、あー、まあ、ディーラーがそう、浮いてたんですよ、うん、ほんで、やっぱホンダこれやな、うんうん、エアフロー、エアフロー下やな、うん、で、うん、で、まあ一緒、これ交換方法なんでね、まだ替え時じゃないので、うん、ちょっとそのまま入れさせてもらいます。で、よいしょ、エアフロー下、うん、ちゃんと本当はこのタイプが多いな、うん、で、あのほんまはこれチョボが2つあるねんけど、1個、うん、交換した時でも今まで見たホンダの中でめっちゃ細い方かも、この爪、うん、で、もう下側をちゃんと角を折れへんように入れてもって、両方ね、パチパチっと、パチパチ、うん、パチパチなれへんけど、そうやな、もうこの1個が弱ってるから、そうだから、ちょっとこうポッとこれが戻るように、うん、この浮いてるやつがポッとな、うん、あ、でも簡単で、まあ外れへんのだけ見といて、うん、うん、こんな感じです、簡単なのでやってみてください、うんうん、よいしょ、熱で、それはもう上にポンと上げてた、引っかかるから、うん、ほんで引っ掛けてもってここやんな、うん、もうそのままポトンと、いや、あ、もう履いてるから、うん、うん、ここやろ、うん、そうそうそう、これを引っ掛けないと、これを中に入れてしまうとこう便悪いから、うん、出して、うん、出してもって下からつれ、こういう感じ、うん、これ簡単や、これ簡単、何の車でやった、んこれなんか一回やった気がする、まあ、ホンダ消えちゃうかな、同じかな、うん、こんな感じです、うん、なこれはもう下外さんとそのままベローンと、うん、だから中だけ、そうそうそう、うん、ない、うん、なかったらもっと楽にできると思います、うん、だから中を下ろしてもうて、うん、やってみてください、うんうん、簡単です、熱っ、めっちゃ熱いな、登録とこれお願いします、ほんまに痩せなあかん、つらい。